兵頭選手です。今日の1対0という悔しい結果になりましたけれども、この試合振り返っていただけますか。今まで自分たちがこう取り組んできたことをこう全て出して、試合に臨めましたし、内容的には自分たちが狙いとしていることもたくさん出せましたけど、ただやっぱ勝負ごと結果が全てなので、非常に痛い敗戦だと思います。今日は古巣対戦で、試合前は兵頭選手に拍手も起こっていましたけれども、そのあたりの意気込みというのは何かありましたか。自分がプロ生活をスタートさせたチームでもありますし、いろんなことを学ばせてもらったクラブなので、感謝の気持ちしかないですし、離れて何年か経ちますけど、温かくいつも迎えてもらって、本当に自分としては今日は本当に特別な試合でしたね。次節以降へ向けて熱いメッセージをお願いいたします。そうですね、今やっていることを、ぶらさずやることが重要だと思いますし、ここで下を向くんじゃなくて、しっかりもう一度上を向いて、次の試合勝てるように、みんなで一丸となって頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。